いそうなイカだ。一人ぼっちで岸にいるけど、もう少しで行けるね。あら、クマじゃない？ってことは、タクマ先生もここに？あれ、その体は、血！そんな、何かの間違いでしょ、きっと。ダメよ、絶対。アイコさんとの約束は破れない。でも、やっぱりダメ。助けないと。アイコさんなら、きっと、分かってくれる。教えて、タクマ先生はどこ？さあ、タクマ先生よ。わかるでしょ？そうよ、利口な子ね。菅沼マン、血がわしをここへ呼び寄せるか。もう十分生きたということかの。ねえ、たくま先生。あ、ゆきちゃん、お主一人か。はい、熊についてきたの。他の人は来られなかったけど、何があったの？暗黒と恐怖じゃ。反乱者は農民を殺傷しておる。ほとんどもう死んでしもうた。無限は助けようとはしたのじゃが、投獄されてしもうた。尋問されて、おそらくすぐに処刑されるじゃろう。そんな、助けないと。無理じゃよ、ユキちゃん。そのような力はありゃせん。やってみなきゃ。だって仲間よ。見捨てるなんてできない。若い心じゃの。よし、わかったわい、ユキちゃん。もし助けられなければ、目的もまた死ぬ。進むほかないということじゃの。素早く、ごめん、鋭く、やめて、素早く、鋭く、なんだ、待て、熊ね。あと少しだから。悪魔め、鬼め、呪ってやる。백성들을 구할 수도 있을 것 같아. 私は捕まんないわよ。水たまりを通っちゃダメ。やめて。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろう。そのことを忘れてはいかん。オッケー。あれは反乱者よ。
聞こえたぞ。どうしてこの場所を探しているのか。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。ボスさんね、ジョセフ。チャチャガン없으니까뭐うん、早く。床が泥だらけ。悪魔め、素早く、鋭く呪ってやる。今よ。あれは反乱者。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。膝はつく、首はぐさっ。水たまりは音がするでしょ。水たまりを通っちゃダメ。見えないでしょ。素早く、鋭く。小刀さん、起きてよ。俺の仕事だ。動くな。俺は騙されん。呪ってやる。水たまりを通っちゃダメ。私ならできる。小刀さん、起きてよ。するでしょ。ちょっと待ってね、小刀さん。やめて。素早く、鋭く。あれは反乱者。悪魔め、どうしてこの場所を探しているのか。呪ってやる。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。ネズミの、膝はつく、首はぐさっ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。お前、何もないぞ。なんだ、見つけたら。素早く、鋭く。ネズミの歯。
めて。水たまりは音がするでしょ。あれは観覧車。悪魔め、どうしてこの場所を探しているのか。呪ってやる。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。アナさん、起きてね。ちょっと待ってね。あと少しだから。オッケー、今よ。早く、鋭く。逃げようとして無駄だ。やめの中を。はい、あと少しだから。小刀さん、どこで止まれ。水たまり、どこに隠れているのか。私は捕まんないわよ。侵入者だ。見えないでしょ。なんかカモフラージュ。はい、床が泥だらけ。私ならできる。水たまりを通っちゃダメ。あと少しだから。私のよ。オッケー。はっ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろう。そのことを忘れてはいかん。小刀さん、起きてよ。やめて、お願い。私は捕まんないわよ。水たまりは音がするでしょ。素早く、やっつけてやる。やめの中を張ってるのか。小刀さん、逃げようとしても無駄だ。オッケー、奴らだ。逃げられないぞ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。素早く、見えないでしょ。私は捕まんないわよ。水たまりは音がするでしょ。誰も逃がすな。おっこと様のご命令だ。素早く。ちゃんと巻いてるわ。私ならできる。行こう。
この虫けらが。膝は隠れても無駄だ。首はぐさ。はい。消えちまった。岩抜けだ。いいか、見つけ次第攻撃だ。私は捕まんないわよ。床が泥だらけ。ちょっと待ってね。嫌なサプライズ。水たまりは音がするでしょ。私ならできる。いるんだろう。わかるぞ。死は気まぐれ。ああ、急ぐべきじゃ。逃げ。都市には勝てんわい。戻ってこい。よう来た。ああ、すぐに行くわい。床が泥だらけ。私はつかへい。私ならできる。ちょっと待ってね。水たまりは音がするでしょ。いるんだろう。見えないでしょ。ちゃんとこそこそ。いい場所だわ。素早く。聞こえたぞ。気をつけるんじゃ。以前なら大したことではなかったんじゃが。戻ってこい。このお前。よう来た。やっちまえ。いた。いた。見えないでしょ。水たまりをと。うんうん。メロディー。行こうよ、アナさん。鳥の声。嫌なサプライズ。俺の仕事だ。素早く、鋭く。はい。オッケー、手に入れたわ。床が泥だらけ。はい。
水たまりは音がするでしょ。ちゃんと巻いてるわ。メロディー行くわよ。いい場所だわ。なんだ、聞こえた。素早く。なんでもないな。私は捕まんないわよ。はい、ちょっと待ってね。あと少しだから私のよ。アナさん起きて。嫌なサプライズ任せて。ちゃんと巻いてるわ。鳥の声。いい場所だわ。私ならできる。今よ。ここにいるのは分かってるんだ。こそこそのメロディー。誰かいるのか。はい、手に入れたわ。悪な雲じゃな。戻ってよう来た。ああ、急ぐべきじゃ。ねえ、肋骨にしみるの。嫌な雲ね。床が泥だらけ。うん、早く鳥の声。メロディー行くわよ。はい、あと少しだから。はい、水たまりを通っちゃダメ。私のよ。
ここは危険ね。水たまりは音がするでしょ。ワナさん、起きてね。床が泥だらけ。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。見えない鳥の声。水たまりを通っちゃダメ。床が泥だらけ。私ならできる。
そこそのメロディは捕まんないわよ。あと少しだから水たまりを通っちゃダメ。床が泥だらけ。音がするでしょ。ネズミの歯。見えないでしょ。水たまりを通っちゃダメ。ネズミの歯。私ならやめて。うん、早く。私は捕まんないわよ。水たまりは音がするでしょ。あと少しだから鳥の声。素早く。
たまりは音がするでしょ。あと少しだから。床が泥だらけ。オッケー。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。君には関係ないぜ。水たまりを通っちゃダメ。そうだったな。見えないでしょ。はい、私ならできる。今よ。素早く、鋭く。その爪は鋭いぞ。ちゃんと巻いてるわ。嫌なサプライズ、メロディー。行こうよ。そりゃまずい。何でもかんでも信じるのは良くない。聞いたことを何でも鵜呑みにするのか。音がするでしょ。私は捕まんないわよ。ずっとそうだったな。はい。床が泥だらけ。ちょっと待ってね。水たまりは音がするでしょ。うん、手に入れて。素早く。うん、早く。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。そのうちみんな忘れるか。水たまりを通っちゃダメ。今よ。素早く、鋭く。床が泥だらけ。
我らの人をどうやって知った。開けろ。もう開けろ。いつまでも貴様のままではいられぬ。将軍の兄弟、何か知っているか。開けろ、今すぐにだ。落とせば切腹ぐらい。見えないでしょ。水たまりは音がするでしょ。これには関係ないがな。はい。あと少しだから。水たまではいられぬ。私ならできる。素早く。ああ、すぐに行くわよ。ああ、急ぐべきじゃ。動くのがよかろう。ぬげ、都市には再興するんじゃ。良き導きじゃ。心配なさんな。幕府の犬が近くにでも隠れている。将軍の兄弟は何か知っている。殺しに来る。
嫌な天気だわ。床が泥だらけ。オッケー、私は捕まんないわよ。水たまりを通っちゃダメ。ちょっと待ってね。気をつけるんじゃ。手元を狂わすなよ。肋骨に染みるの。そろそろ行かない？私ならできる。私の罠みたいに隠すこともできるし。ふう。なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの？全然わからないよ。謎謎だね。将軍の脅威。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限の元へ急ごう。ちょっと待ってね。私は捕まんないわよ。床が泥だらけ。見えないでしょ。それともバックの犬が近くにでも隠れている。うん、早く水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。素早く鋭く。はい。何でもかんでも、うんうん、しっかり動いてる。コソコソのメロディー。いい場所だわ。本当におっこど様に立ち向かえるとでも思って。犬が近くにでも隠れてある。あと少しだから今よ。貴様の手を手でやっつけてやる。全然わからないよ。謎謎だね。将軍の脅威。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限の元へ急ごう。素早く鋭く素早く。ちょっと待ってね。床が泥だらけ。水たまりは音がするでしょ。立ち向かえるとでも思っている。今よ。私は捕まんないわよ。人に
はすぐに話したくなる。アナさん、起きてね。こそこそのメロディ。我らどうやって知った？いい場所だわ。見えないでしょ。それともバットの犬が近くにでも隠れている。鳥の声。暗闇に隠れているのは分かっている。貴様の抵抗は私ならできる。私のよ。オープン。超強化。何か知っている。うん、早く。お願い、出て行って。お侍さんがいたわ。見張られておる。本当におっこと様に尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。悪魔の獣じゃ。お母さんみたい。ん？なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。できないってば。バカ。はい、あと少しだから。多分お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。ちゃんと巻いてるわ。見えないでしょ。早く手に入れたわ。うん、早く。時こそ大切じゃ。足を使うかの。うん、雨はわしを止められんじゃろ。まずいわね。あと少しだから。水たまりを通っちゃダメ。素早く、鋭く。小刀さん、起きてよ。刺せれば切腹ぐらい。へい。ふっ。膝はつく。お子様に立ち向かえるとでも。私は捕まんないわよ。近道を探すの、バカ。いいえ、近道を探しましょう。ああ、もちろん、うん、位置に着いたわい。そうだな。もっといい経路がある。ずぶ濡れだわ。オッケー。貴様の抵抗は何もない。将軍の兄弟、何か知っている。怠けちゃダメよ。水たまりは音がするでしょ。床が泥だらけ。はい。バカだ、言うことなんか聞くなよ。はっ。水たまりを通っちゃダメ。今よ。私ならできる。ここにだ。ひどいじゃない。
かんでも信じるのは良くないぞ。まあ、そうだな。には関係ないぜ。おい、そう思うぜ。奴は薄のろだ。言うことなんか聞くなよ。そのうちみんな忘れるさ。あと少しだから、私は捕まんないわよ。でもそうだったぞ。はい。水たまりを通っちゃダメ。敵だ。ちょっと待ってね。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。少しだから。うん、早く。何でもかんでも信じるのは良くないぞ。私ならできる。床が泥だらけ。今までもそうだったぞ。ずっとそうだったな。俺にはかん…ここにいるわ。水たまりは音がするでしょ。私は捕まんないわよ。今よ。見えないでしょ。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。
素早く、鋭く。を通っちゃダメ。素早く、うんうん、しっかり動い。嫌なサコソコソのメロディー。するでしょ。メロディー行くわよ。どれだ。床が泥だらけ。手に入れた。オッケー。素早く。私ならできる。アナさん、起きてね。あと少しだから。しっかり動いてるわ。重い。お侍さんじゃないと。ちょっと待ってね。はい。私は捕まんないわよ。私のよ。あと少しだから。あのさせれば切腹ぐらい。そうだな。貴様は本当におっこど。私ならできる。そりゃまずい。水たまりは音がするでしょ。そうだな。しー。オッケー。
床が泥だらけ。ナナさん、鳥の声。嫌なサプライズ。待て、水たまりをと、なくさ。膝はつく、首はぐさ。いやよ、難しすぎるから。ネズくん、私は捕まんないわよ。よし。オッケー。水たまりは音がするでしょ。そりゃまずい。ちゃんと巻いてるわ。鳥の声。素早く、鋭く。小刀さん、起きてよ。膝はつく、首はぐさ。ちょっと待ってね。かなり私ならできる。今よ。あと少しだから。見えないでしょ。素早く。はい。見えないでしょ。水たまりは音がするでしょ。いやよ、私なら。難しすぎるから。ネズミの歯。膝はつく、首はぐさ。将軍の兄弟、何か知っている。話せ。させれば切腹ぐらい。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるとでも思っている。腕にするまでにはすぐに話したくなる。あと少しだから。我らの子をどうやって。貴様は水たまりを通っちゃダメ。バナさん、起きてね。こそこそのメロディー、嫌なサプライズ。やっちまえ。貴様の手よ。はい。
貴様の抵抗は何もない。でしょ。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。将軍の兄弟は何か知っている。床が泥だらけ。生き茹でにするまでにはすぐに固くなる。素早く、オッケー。あと少しだから。我らのことをどうやって知る。うんうん、しっかり動いてるわ。嫌なサプライズ。メロディー、行くわよ。水たまりを通っちゃダメ。難しすぎるね。素早く。膝はつく、首はぐさっ。床が泥だらけ。帰るとでも思っているのか。生き茹でにするまでにはすぐに話したくなる。次は我らのことを。見えないでしょ。
あと少しだからアナさん起きてね。嫌なサッコソコソのメロディー。難しすぎるね。素早く生き腕にするまでにはすぐに離したくなる。はい、手に入れたわ。うん、早く。どうやって知った？貴様一人、それともバックの犬が近くにでも隠れている？貴様の情報は人には関係ないか。将軍の兄弟は何か知っている。はっ、水たまりを通っちゃダメ。ちゃんと前に。メロディー、行くわよ。隠れているのは分かっている。貴様は本当にお子様に立ち向かえるとでも思って。はい、ちょっと待ってね。私のよ、私ならできる。生きるまでには今よ。床が泥だらけ。我らのことをどうやって知った？私は捕まんないわよ。それともバックの犬が近くにでも隠れ。水たまりを通っちゃダメ。オッケー。貴様の手。うんうん、しっかり動いてるわ。細く。いい場所だわ。さすれば切腹ぐらい。任せて。ちゃんと巻いてるわ。鳥の声。お子様に立ち向かえるとでも思って。嫌なサプライズ。なんだ？今よ。うん、早く。生き埋めにするまでには。見えないでしょ。素早く、鋭く。手に入れたわ。どうやって知った？貴様一人、それともバックの犬が近くにでも隠れている？貴様の抵抗は将軍の兄弟は何か知っている？ちょっと待ってね。話す。はい。させれば切腹ぐらいはさせてやる。水たまりは音がするでしょ。私は捕まんないわよ。貴様は本当にお子様に立ち向かえるとでも思っている？床が泥だらけ。にするまでにはすぐに離したくなる。我らのことをどうやって知った？あと素早く、するって。膝はつく。の犬が近くにいるのか。さっ、スパイ。コソコソのメロディー。将軍の兄弟、何か知っている？痛い。俺、痛いぞ。さすれば切腹ぐらい。私ならできる。貴様は本当にお子様に立ち向かえると思っている？オッケー。生き
腕にするの。水たまりを通っちゃダメ。見えないでしょ。我らのことをどうやって知る。バナさん、起きてね。貴様一人、それともバッタの犬が近くにでも隠れている。いい場所だわ、メロディ。行こうよ、今よ。こそこそのメロディ。将軍の兵がか。ちょっと待ってね。でもないぞ。素早く、鋭く、鳥の声。させれば切腹ぐらいは。今までもそうだった。貴様は本当にお琴様に立ち向かえると思っているのか。私のよ。生き腕にするまでにはすぐに話したくなる。我らのことをどうやって知った。うん、早く。やつはバカだ。言うことなんか聞くなよ。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。口には気をつけた方がいい。貴様の抵抗は。メロディ、行こうよ。将軍の兄弟は何か知っているか。うんうん、しっかり動いてるわ。床が泥だらけ。嫌なサプライズ。素早く。私は捕まんないわよ。こそこそのメロディー。生き腕にするまでにはすぐに誰かに隠れているのか。あと少しだから。私なら水OK。 今よ。床が泥だらけ。立ち向かえるとでも思っている。生き腕にするまでにはすぐに話したくなるで。素早く、鋭く。我らのことをどうやって知った。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れているか。膝はつく、首はくさ。貴様の抵抗は。将軍の兄弟。素早く。知っている。あと少しだから。さすれば切腹ぐらい。ちょっと待ってね。私ならできる。お子様に立ち向かえるとも思っている。私は捕まんないわよ。素早く、鋭く。はい。水たまりを通っちゃダメ。うん、早く。水たまりは音がするでしょ。
小刀さんはお休み。誰かいるのか。素早く。少しだから。小刀さんはお休み。でしょ。私は捕まんないわよ。床が泥だらけ。今よ。水たまりはちょっと待ってね。床が泥だらけ。オッケー。でしょ。素早く、鋭く、素早く。水たまりを、うんうん、しっかり。こそこそのメロディ。暗闇に今よ。私ならできる。私のよ。水たまりを通っちゃダメ。床が泥だらけ。あと少しだから。はい。私は捕まんないわよ。ネズミの歯。マナさん、起きてね。いい場所だ。鳥の声。素早く、鋭く。任せて。あと少しだから。素早く。私ならできる。
うんうん、しっかり動いてるわ、うん、メロディー、行こうよ。嫌なサプライズ。水たまりを通っちゃダメ。聞こえたぞ。向こうの方だから。鳥の声。私は捕まんないわよ。おい。床が泥だらけ。ちゃんと巻いてるわ。こそこそのメロディー、嫌なサプライズ。素早く、鋭く。鳥の声。水たまりは音がするでしょ。紛らわしい風だ。遠すぎるな。私ならメロディー、行くわよ。でしょ。わざわざ行くの面倒だな。何でもないぞ。手に入れたわ。ちょっと待ってね。はい。どこにいるんだ。返事しろよ。聞こえるか。ここにいるのか。うん、早く。私は捕まんないわよ。素早く、鋭く。殺されてる。膝は誰かいるのか。できて。どこで止まれ。そこに隠れているんだ。ネズミの歯。いやよ。ごめん、いやよ。ごめん、できないってば。素早く、鋭くて。逃げられたようだな。私ならできる。水たまりを通っちゃダメ。ちゃんと巻いてるわ。私は捕まんないわよ。嫌なサプライズ。今よ。素早く、鋭く。でしょ。自分のコソコソのメロディー。誰の仕事だ。何でもないぞ。オッケー。向こうの方だから、いいか。床が手に入れたわ。ちょっと待ってね。やっちまえ。床が泥だらけ。あと少しだから。見えないでしょ。今よ。
ちゃんと巻いてるわ。メロディー、行くわよ。通っちゃダメ。私は捕まんないわよ。でもないぞ。私なら敵だ。水たまりを通っちゃダメ。ふん、でもないぞ。向こうの方だからいいか。うん、はい、私のよ。見えないでしょ。うん、水たまりは音がするでしょ。時間がかかってるんだ。はい、オッケー。床ができないってば。バカ、ここにいるのか。聞こえるか。あと少しだから、素早く鋭く。膝はつく、首はぐさ、素早く、鋭く。私は捕まんないわよ。小刀さん、起きてよ。どこに行ったんだ。なんか変だな。貴様水たまりを通っちゃダメ。素早く。逃げられたようだな。小刀さん、起きてよ。うん、素早く、鋭く。幕府の奴らか。私は捕まんないわよ。私は捕まんないわよ。私ならできる。紛らわしい風だ。足が濡れちゃった。水たまりを通っちゃダメ。あと少しだから。オッケー、オッケー。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。見えないでしょ。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。うん、早く。床が泥だらけ。今よ。アナさん、鳥の声。
素早く気を散らしちゃう。水たまりを通っちゃダメ。わざわざ行くのも面倒だ。はい、あと少し手に入れた。殺しに来る。私は捕まんないわよ。水たまりを通っちゃダメ。嫌なサプライズ。私ならできる。誰もいないな。水たまりは音がするでしょ。いやいや、おどるんじゃおきかち。